大谷重政は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武士。幼名を、女六郎。父は、大谷義継の三男、大谷康氏へ。別名を、宇佐美修理。子に、大谷重てる。寛永三年越前福井藩主、松平忠政二千八百国で出資し、家老を輩出する、高知家の大谷丹下家の祖となった。子に、 六十氏がいるこの重症内氏は、孫の女六の時、上京3年半値召し上げとなるが、聖徳3年4月28日にお役御免となり、この時、加納高知家に列せられ、合わせて桃石を数用され、戦国となっている。高知家の石字は、岡部左前の自席とされた。子孫は、最終的に1400国にまで数用され、子孫に、 名和の越前一期で一期勢の説得に当たった大谷助六、幕末期の大谷助六、大谷半平がいる。大谷助六は高知家として大名広寺の東側、松平和馬家の対面に屋敷を賜っていた。後大谷助六の屋敷は藩の民政局として使用された。大谷半平も福井城三の丸に屋敷を与えられて、 いたが、藩校明道館建設のため、屋敷を移されている。課長要略では、鳥居実ネ常カの孫とされる。大谷義継を大臣のことする説では、義継のおじ、大谷康次郎のことされる。ありがとうございます。